とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も引き続きこれ、ハープクロスボウを使っていこうと思います。いいクエストが出てるんですよね。今日のクエストはこれ、デイリーチャレンジの、苦痛の矢しか出ないっていうチャレンジですね。ちょっと今日は苦痛の矢の可能性を見ていきたいと思います。では、行ってみましょう。それでは行きましょう。アーティファクトが、パワーシェイカードラキノコですね。で、苦痛の矢がいい感じだったらば、真ん中のドラを、苦痛の矢に変えていってもいいかもしれませんね。あー、なるほどね。なるほど。足の面にはすごいなるね。すごい足の面にはなる感じとなっておりますけども、悪くはないな。火力はないよ。火力はダイナモと比べると断然ないんだけども、全然倒していけるね。はいはい。まあまあ、まだ全然ね、旗も取ってないし、こんな感じだとは思うんですけども、いけるね。うん、あ、槍ビルドに、パワーシェイカーは、やっぱいいね。うん。で、プラスで、普通の矢で敵がノックバックしていくので、さらに安全な感じには、なってますね。はいはいはい。あ、なるほど。普通の矢、全然いいね。いや、まあ、それはいいんだけどね。すごい強い装備なんだけども、使っていける。いい感じですね。まあ、とりあえず、旗を探しましょうか。せめて5個はあってほしいかな。キャプテンいないな。今、洞窟の中に入ってるんですけども、いないっすね。で、普通のやっぱ強いわ。うん。ハープクロスで使うと強いんだろうな。ああ、まあ普通に使っても強いけども、ハープクロスだったら特に強い。すっごい使える。ああ敵をね、ほんと寄せ付けなくなるので、すごくいいね。あれ？いないな。あ、行ってないとこある。あっちにあるか。もう終盤戦なのに全然いないわ。うん。今回、もしかするとゼロかもしれない。いや、ゼロはないか。さすがに。ゼロはないかもしれないけども、本当にいないね。マジで。いや、なかなかね、珍しい感じになっております。大体いるんだけどね。今回は本当にいないっぽい。あ、宝箱ある。で、この先だよ、問題は。ここでいるのかどうか。あー、なるほど。洞窟が2つあるタイプ。どうだろうね。せめて、3体。で、しかも、全部、神秘だったら嬉しいな。全部神秘だったら嬉しいけども、どうでしょうか。キャプテン発見。いた。行くぞ。おい、敵が多いな。ちょっと待って、むちゃくちゃ敵が多い。これはちょっと取りにくいぞ。よっしゃ、ちょっと待て待て待て。でもナイス神秘なんだ。あぶね、早いこいつ。ナイトモード最近多くない？ナイトモード最近ほんと多いよ。かなりの確率でナイトモード来るんだけども、上がった？ナイトモードが来る確率って。なんかやたら来るんだけどね。まあいいや。とりあえずいけると思うので、行きましょうか。やべ！お、いそう、いそう、いそう。いるわ、これ。
どっちだ、どっち側にいる、こっちだ、いた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 、おいおいおい、ちょっと待て待て待て、お前ふざけんなよ、やばいやばい、あぶねえ、でナイス心配で、待て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 、そのクリーパーの数はちょっと無理や、なあ、どうし、ちょっとまず取らせて、取らせてくれ、よーし、危ねえ、モブ HP130%、 いいよ、ぶっといって、よっしゃあ、はい、いい感じ、あー、もうちょっといてくれよ、頼むから、もうちょっといてくださいよ、いった、珍しい、一つの洞窟に3体いるとかなかなかないんだけどね、今回は珍しいな、いっけ、あぶねー、じゃあ OK で神秘ナイス、プレイヤーダメージ 40% 減少、お、きつくなってきたよ、となるとあとはもう一つ洞窟が横にあるので、その中に、脅威が3体いてくれれば最高だね、あーダメだ、こっち側にはキャプテンはいないですね、いません、ということで、ボスまで行っちゃいましょうか、ボス行きましょう、おい、いいね、やっぱりね、無限ダイナモは、このね、普通の矢であってほしかったな。普通の矢の無限ダイナモだったら、絶対ね、雷の矢筒の3倍は強かったね。間違いなく強かったよ。あー、ダイナモがあんま溜まってないけども、まあいいか。こんなもんでしょう。ちょっとこれ時間かかるぞ。オッケーオッケー。でもまあ、雑魚出てきても、いいわ。全然、この矢があるんで、対応はできやすいと思います。危ねえ、危な危な危な。あ、待ていい、あ、でも待て待って。ちょっと待てよ。危ねえな。あ、そうか、この普通の矢の大ダメージの出し方あったよね、そういえば確かあったあった、あ、待て待て待て、なんか裏技があった気がするな、攻撃が当たるときに回避をすればなんか2億か3億ぐらいのダメージが出たような気がする、はいはいはい、今なんかね、一瞬超ダメージが1回出たので、おそらくそうだったのか、あー、はいはい、そういうのも使っていかないといけませんね、ちょっと待て、めんどくせえやつらが多いな、とりあえず奥のクリアするところまで行っちゃいましょうよ、もう多すぎるって、敵がナイトモードだから、よし、これでいけましたな、おーい、え、何、あ、味方回復か、なんかやたら硬いなと思ったらそういうこと、よし、あー、最後の最後に落ちた、はい、ということで今日はですね、普通の矢のみの、デイリークエスト行ってみました、うん、やっぱり普通の矢はいいね、これで無限ダイナモができたら最高だったんですけども、でもまあ、ダイナモがね、無限じゃなくても全然使っていける感じでございました。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。